ちはありませんので。では10月号の会所から説明したいと思います。今回は1行目の方が画数が少なくて、2行目が、画数が少し混んでるといいますかね、画数が多いんですが、それをまあ一つの、まとまった感じですね、バランスよく、入れていくということが大事ですので、画数の少ない字は少しこう勢いがあったり、太めに書いていいと思いますね。はい、こんな感じなんですが、ちょっとにじみが、墨が少し薄かったかもしれないですが、にじみがで字が少し丸みが出てしまったかもしれませんけど、その画数の少ない字と多い字のバランスですね、ちょっと意識してこちらの2行目の方がもう少し大きく書いてもいいかなと思ってますが、もう一枚書くときにはそういったものを解消していくような、で一枚ずつ書くたびに完成に近づいていくというような意識で書いていただきたいと思いますね。同じことを何枚書いてもそれほどの上達はありませんので、1枚書いてその、紙を変えるごとに、悪いところを直していくっていうような意識
を持たないと上達はしていかないと思いますね。